出会いは神様の贈り物、二つの白米のおむすび。今の人は白米のおむすびと聞いても何とも思わないでしょう。敗戦直後は東京も焼け野原で、食べ物とてなくさつまいもがいつもの食事だったので、ごくたまに米が手に入ると、米とさつまいもの雑炊がごちそうだったのです。だから、白米のおむすびと聞くと、思わず口の中に唾がたまり、お米の香りが感じられたのです。昭和20年3月10日、東京大空襲で約10万人の人が亡くなり、本庄一帯も焼け野原になったのです。焼け野原には死体がそこら一面にあり、腐った魚の匂いを発していたのです。それを見て元気で消化を指揮していた人も、死んだらこうなってしまうのだと安全たる思いになったのです。昭和21年になると舞鶴港にたくさんの兵隊さんが満州、ロシア、中国から帰国してきました。港に着くと空輸局の人から多少のお金と自宅までの切符をもらい、汽車に乗って帰っていきました。兵隊さんは皆さん、これでお父さん、お母さん、家族の皆に会えると胸を弾ませて汽車に乗ったのでしょう。私にはお帰りなさい。ご苦労様でした。この一言しか言えませんでした。やっと実家のあるところに着くと、そこは全くの焼け野原。家族の消息は全くわかりません。お父さん、お母さん、家族の皆に会えるという望みを絶たれた兵隊さんの悲惨の思いは、察するにあまりあるのでしょう。当時、食べ物といえば、わずかな配給品だけでした。配給を受けるには、住所証明が必要でした。家族の消息さえわからない兵隊さんに、食べ物を手に入れる手段は全くありませんでした。そんな兵隊さんに残された風をしのげる場所は上野駅の地下道でした。そこでは風をしのげ、水道と便所があったのです。役人たちは兵隊たちが地下道で死なれ、腐ったら困るということで、アルバイトに医学生を雇い、死にそうな兵隊を見分けることにさせたのです。医学生だった森口は、巡査と一緒に地下道に入り、危ないなぁと思える兵隊の足を押すと、へっこんだまま戻りません。そこで巡査は、担架に死にそうな兵隊さんを乗せ、近くの小学校の屋内体操場に運びました。そこには、すぐにも死にそうなたくさんの兵隊さんが寝かされていました。戦場で敵の銃弾に追われ、木の皮を食べ、泥水をすすって、生き延び、やっとの思いで祖国に戻った兵隊さん、家族にも会えず、食べ物もなく、
ここで死ぬとはさぞかし悔し情けない思いだったでしょう。栄養失調の兵隊さんたちは死に際にビタミンの注射を打ってもらい、肩であえぐように息をして苦しむことなくこと切れていったのです。死ぬ間際の注射が赤紙一枚で召集し、地獄の戦場に送り込み、その地獄からやっとの思いで生還した兵隊さんへの日本政府の唯一のお礼だったのです。森口はそれを見つめ、遺体の入った缶に手を合わせることしかできなかったのです。アルバイトが終わると電車で警視庁まで行き、そこで大きな白米のおむすびを2つもらいました。それまで死んだ兵隊さんのことを思い暗淡たる思いでいたのに、白米のおにぎりを見ると口の中に唾がたまり、腹がぐーっとなったのです。我ながら浅ましいと思ったが、生きるということはこうなのかと思ったものです。生きることは他の生命を自己に取り込むことだと医学生だから知ってはいたが、この白米のおにぎりをあの兵隊さんにあげたらと思うと涙が止まりませんでした。森口は慶応の学生時代、慶応大学のカトリック研究会に属していたのです。その研究会で上智大学第二大学長ホイベルス神父に神の存在について話をしていただきたいとお願いしたのです。我々研究会のメンバーは一枚一枚筆で書いたポスターを大学内の各所や駅周辺に貼って回ったのです。当日神父様は時間通りに来てくれたのに、聴衆は一人も来ませんでした。10分待ち、30分待っても誰も来ません。せっかく来てくれた神父様に申し訳なくて、どうしたらよいのかわかりませんでした。すると神父様は、今日誰も来なかったことを神様に感謝しましょう。あなた方は神様のため精一杯努力したのです。私はあなた方のため神の存在についてお話ししましょうと言ってくれたのです。昭和62年、慶応大学カトリック研究会の70周年記念会が行われ、私もブラジルからはるばる参加しました。40年ぶりに研究会の仲間に会いました。私と慶応の同期で神父になった土田君に会ったのです。いや久しぶりだな。何か必要なことがあったら何でも言ってくれ。友達同士の遠慮なさでそんなに大きなことを言ってもいいのかと聞いたら、実は昨年行われた選挙で上智大学の学長に任命されたんだとのことだった。その時初めて私は40年前上智大学第二代学長の神父様が
言った意味が初めて分かったのです。神父様は言った。今日誰も来なかったことを神様に感謝しましょう。あなた方は神様のため精一杯努力したのです。私はあなた方のため神の存在についてお話ししましょう。本当に嬉しかったのです。神様は見ててくれたのですね。永井隆博士、長崎医科大学教授、医学博士、放射線医、昭和20年8月9日、長崎に投下された原爆で被爆し、自身重傷を負いながら被爆者の救援活動を続け、多くの被爆者を救済し、原爆症に関する医学的記録を残し、病床にあって長崎の鐘等多くの著書を残した。昭和26年東京カトリック医師会から重症の永井博士を見舞うよう命じられ、私は長崎に永井博士を訪ねたのです。博士は己のごとく人を愛せよとの聖書の言葉から横道と名付けた畳二畳の小さな家に寝ていました。寒い時期にもかかわらず寝巻きを脱ぎパンツ一枚になり、私に診断させてくれたのです。私は生まれて初めての原爆症の診察でした。永井博士の肝臓がパンパンに腫れていました。長年医者をやっているが、あんなに腫れた肝臓は見たことがなかった。大学教授であった永井博士は、私の勉強になるならと自分の体を診察させてくれたのです。それから2ヶ月後に静かに息を引き取ったのです。まさに己のごとく人を愛せよの言葉通りの方だったのです。戦後初めての留学、昭和20年当時日本は外貨がなく、海外に留学する者が持って行けたのはわずか30ドルだった。私はイタリアに留学を命ぜられ、やっとの思いでローマ空港に着いたのです。飛行機の中では何も食べられなかったため、ホテルに着いたらお腹が空いてたまらなかったのです。ロビーの値段を見てびっくりしました。なんと1泊30ドルと表示されていたのです。だから今ここで何かを食べたら、明日ホテルに払うお金がなくなってしまいます。仕方なく部屋に戻り、水だけで我慢して寝てしまいました。そうこうしているうちに、私の指導教官のトラビッキ教授が来てくれたのです。挨拶の後、教授が、今何が欲しいと聞いてくれたので、お腹が空いているので何か食べたいと答え、直ちにレストランに連れて行かれたのです。なぜ食事をしなかったのかと聞かれたので、
所持金が30ドルしかなく、食事をしたら明日のホテル代が払えなくなるからだと答えたのです。すると教授は100ドル相当のリダをくれたのです。今後君の留学期間中、滞在費、食費、宿泊費などすべてが政府が支払うので心配はいらないと言ってくれたのです。この話を読んで私は、日本に来たウクライナ避難民がどのような心細い思いでいるのか察することが少なかった自分を恥じたのです。母はよく私に言った。我が身をつねって人の痛さを察しなさいと。老人医学を専攻、私はミラノ大学で結核を専攻しようと思ってきたのですが、イタリア、ドイツではすでに結核は優れた高結核薬が開発され、結核は下火になっていたのです。そこでイタリアの結核専門医たちに、結核がなくなったらその時はあなたは何の専門医になるのかと尋ねたところ、みんな老年専門医になると答えたのです。確かに結核がなくなると人々は長生きし、老化で亡くなるだろう。そこで私も結核専門医から老年医学専門医に転科したのです。昭和31年帰国、昭和34年日本老年医学会が設立され、森口は参加し、後に日本老年医学会評議員に選ばれ、70歳の評議員定年まで務めたのです。2022年7月23日 INU 研究機構学長教授久保です。これからの作品は、出会いは神様からの贈り物というタイトルから、科学と信仰という主題のもとに研究プロジェクトを発展的に変更します。信仰者で医師である森口幸男氏の手記、出会いは神様からの贈り物をベースに、これまで4本の作品を書いてきましたが、これからは科学と信仰という主題に発展的に変更します。この発展的変更は、アレキシス・カレルの著作及び教皇フランシスコの著作と向き合い、科学者の視点から科学と信仰を考察するための変更です。発表するメディア SNS も、出会いは神様からの贈り物は YouTube 物理哲学講座から、 YouTube キリスト教哲学講座にチャンネルを変更し、すでに物理哲学講座に掲載してある作品は削除します。すでにキリスト教哲学講座にアップしてありますから、ご覧ください。物理哲学講座は2022年7月29日金曜から、ウクライナの悲劇を主題にした連続講義を行います。
2022年7月26日 INU 研究機構学長教授久保です。